お、さ、あ、この方さっきマッチングした方だ。僕がなんかあの駒投げして勝っちゃったやつ。今回やばいか。初手馬かな。先ほどはねたまたま引き強でギリ勝てましたけど、今回はどう。あ、今あれなんですね。攻めで、コレクション落ちと、まあ、結構古いからね。お、さあナリノート召喚ポジはそこと。なるほど。お、さあこっちもノート引きまして、むずいね。これノート結構相手暴れてくるからな。次ノートコンボ使われそうな気もしないでもないっていう。F、あ、そっちか。まあ、それもあるね。まあ、馬がね、弱いんで。それがどうなってるか。ノートコンボ使われて、きついか。まあ、しゃあねえか。さあ、お互いにノート打っていきますよと。さあ、拍手喝采からの、おそらく B の4かな。 B の4暴れてきて、こっちは混獲するけど、まあ、バイセコンボ等々で、ちょっとやばいかもっていう。まあ、冷静に F の3とかもあるけど、どうかな。そっちか。まあ、それもあるね。これは強いよ。いて。なるほどね。飛ばせられるかなこれ。相手もね回復してくるんで、まあ、ただオーダー C はいけますね。さあ F の1か F の3、まあ、局面的には自分がまあペトラコンボか、ライラコンボ使えるっていう形かな大体。うん、それ強いね。いや ここはね、あの数とかの打点は全然嬉しいですね。防御の方がどっちかっていうときつい。うん、だからこれが結構やばいんですが、あ、馬か。さあペトラ打ってって、まあ、飛ばされることはないんですけど、こっちがね飛ばせるかどうかは引き次第か。いやちょっと苦しいね。8000はペトラ取られて数、まあ、金馬引きもあるか。これ相手 C の2でしょ。 C の2打ってきてダブコンの回復やってってどうなるか。あ、もう終わるか。攻め合い、攻め合いですねこれは。さあ引けたら勝ち。これは厳しいか。代償受けるから若干ライフは伸びますけどね。いきましょう。ちょっと足んないかな若干。よいしょ、 OK 勝ってく。でけえ引き合いセスト。お、さあ神殴り、来ましたよと。これは金馬が非常に重要。 HP 高いね。さあ、あら、ズギン捨てて、来ましたよと。また君か。まあいいでしょう。さあ、成り打ち、してきまして。私に続きなさい。どうしようかな。まあこっち行く？で、これ相手の方、X 打かな。左下 X? 馬がね、弱いんで。左下 X じゃない、普通。ノート強いけど、金馬欲しいな。ノート打つ。ノートどっちかな。F3 は相手の方、B の、あ、D の5か。D の5で暴れてくるっしょ。D の5暴れ、いや、ちょっと、まあ、普通にこっちか。金馬、角とかにね、打てれば。手厚いけどどうかな。あんまりね早く削りすぎると、まあ、エンデがなり、あのバフがね強くなっちゃうんで結構きついんだが、どうでしょうか。これならどう。まあ、白卓きますよね。それは痛いよと。痛え、マジでマジで痛え。
こっち行ってみる？これどうなんかな？あんまりやったことないけど。取ってくるんすかね、これ。うん、鳥と。さあ、エンデガがもう出勤してこられまして。いやー、やべ、金馬来ねえな。金馬来ないと結構やばいんですが、どうでしょうか。バス張りあるしなー。いやー、急にちょっと変調かなぁ。いや、ここカードどうなんだ。いや、カード微妙か？飛ばせる気がしないんだが。ちょっとのんびり行く？まあ、殴ってくるよね。まあ、2000回復あるから大丈夫かなぁ。まあ、回復も入るしね。矢筒回復。まあ、最強の一手は、ペトラなんですが、まあ、ペトラでいいかな。8000、2枚貸し飛ぶかっていう。これ結構回復入るんで。あ、3枚貸しあんのか。まあ、でもオーラないし、大丈夫じゃない？うん、バス張りがやばいんですけど、まあ、ペトコンならいけるかな。メリークリスマス。いや、ペトコンきついか。ペトコンが強いと見ているんですけど。あ、音弱いね、これ。飛ばないかも。よいしょ。ギリギリ危ない。バイザ先打って最後ペトラ打つか。ペトラ先打ってコンボスキル強いからどうしようか悩んだけど。次どうするかだよな。初手馬はまあとりあえずいいとして、ノート打ってペトラ打ってっていう感じかな。ジジネタニキさん、こんばんは。月読みデッキって何に打ちがいいんですか。まあ、基本的に風車でいいんじゃないですかね。まあ、鳴りノートとかもあるけど、風車とか、まあ、でもあ、自分がね、先手か後手かによりますね。あとはシンプルにそれにもよる。これは風車かな？召喚ポジ的に。ネギと卵さん。あると腐ることもあるから、なるほど、抜きたいね。場面もあるけど、意外とね、ステータスも高いんで。欲しいかな？サバさんこんばんは。さあ、ここでノート打つかどうかなんですけど、まあ、大体打つ？私に続きなさい。さあ、相手方ね、ツイツイ打ってきまして、まあ、ノート打ってどうなるか。さあ、召喚ポジは、まあまあそこそこなところかな。これワンチャン相手の方あれですね。E の4っていう手ありますね。E の4で召喚ダブル消しで、まあ馬のコンボスキーそんな強くないんで、その手筋あるな。まあ普通よと。さあ普通に来られまして、遠野で牽制ね。遠野牽制強いね。ちょっと攻めづらいか？やや。まあ 60% ですからね。さあここよ。まあ、X が自然かな。まあ、相手としてはね、まあ、コンボを別に食らっても反射できるんで、まあ、そんなに悪くないよと。さあ、これ囲ってくるんでしょうか。囲ってくるか、 E の4に来て、コンボ付与をね、しつつ、まあ、C の1のコンボ、牽制かなっていう流れですかね。まあ、一応取って暴れてくるもあるか。大体これは E の4か、A の2か、B の3なんで。ババさん、カップ戦42勝なんですけど、スパスタいけるんじゃないですかね。42は無理かな。お、さらに相手の方、トーヤ、置いてきますよと。これはもうバチバチだね。ダブルトーヤで、月読み狩りと。さあ金馬かな。これはちょっと金馬置いてのんびりかな。今角かな。ちょっと S キャラクターね、E の4に来そうだけど、まあ、東野はね、取りたいんで。で、でも、罠駒ちょっと遅れちゃうと困るな。まあ、一回、金馬角を置いて、東野を取りに行きます。ただ、相手のね、肩も、ちょっともう一度ね、罠駒を、E の、あれとかに置かれるときついんで、まあ、取れないですからね。罠駒いるかな、どうかな。まあ、S 駒はきついけど、罠の方がきついかな、どっちかっていうと。うん、OK、OK。ここでね、罠さえ来なければ、まあ、ドカンと、
いけるんで、まあ、毒強いんだが、さあちょっとこれは B ゴマ引いてしまったんでワンチャンやばいか、まあ、一発ドカッと殴りますよと。終わりかい。で殴っていきまして、回復もしまして、まあ、一応ねまあロック打たれても馬は出ますが飛ばせないかな、その場合は。結構ね、今 S5 環境なんで、まあロック入れるっていう手筋ありますからね。 OK、まあ、しっかり耐えてって、まあ、ロックも来ませんよと。さあ腹木来ますが、ここはイオフィで仕留めます。 OK、 まあ S5 もやっぱ強いですね。うん、こっちの方が S5 も使ってるし当然のことし、対戦回した。お、さあ後手番引きましたが、相手の方がね、ヒュブと、カマンベールさん、このデッキ結論パーですか。まあ今のところ結論パーにだいぶ近いですね。まあ紙デッキの結論パーはこれかな。やっぱ属性によってね、ちょっと方向性だいぶ違うんで、まあ、紙デッキは多分基本的にこんな感じになると思います。チェンバーさんこんばんは。つくみにウンディーネはいらないですか。僕はね、キンマモン入れてるんで、まあ、ウンディーネは入れてないっていう考え方っす。キンマモン入れてない方は、まあ、ウンディーネ入れて防御、備えるのはありです。さあ、これなんですけんども、どう、まあ、キンマ打っとく、ここまでだと。そして、かなさあまさん、こんばんは。初見あざます。ぜひね、チャンネル登録もしてもらえると幸いです。ここヒュブ来るっしょ。でこっからよ。さあこっからなんですが、おお馬よく来るね。馬に好かれてんな。あ、さっきね、S ゴマ全部引いたんで、まあ、今回は、馬の出番と。まあいいでしょう、そういうこともあるよね当然。ルプルさんこんばんは。周年シェンメイか、普通シェンメイか、その他で迷ってると。まあ、周年シェンメイの方がいいですかね。なんでかっていうと、周年シェンメイは周年でしかゲットできないんで。まあ、シェンメイは古いし、駒交換も効きそうだし。まあ、後からでも良いのではっていう。さあ、一旦活目しといて、さあ、これね、後々、相手ね、A の3からコンボ組めるんですが、その場合はね、こっちも、まあ、A の2。コンボ組めるんで、まあ、先にね相手にコンボ使われてしまいますが、さあペトはやばいね。ペトラやばいね。私に続きなさい。その人やばいね。さあどうする、マス打つ。これね意外と相手の方も割り切って右下 X がきついか。一回カット入るけど、それがどうなってるか。あえてビギナスちょっといそうなんですよね。そこがちょっと怖いよと。 OK、 一回取ってく。それはもう攻めていいかな。攻めて良さそう。で一応ヴィーナスが来た場合でも雷撃が出せるけど、しかしちょっとヴィナはきついな。あ、ですよね。うん、そんな感じはしたけど、スーちゃん撃っちゃったからな。いや、ちょっと早まったかな。これコンボ何回目だ。まだあれだよね、これさすがに飛ばねえか。特殊半減だもんね。物理も半減だし、雷撃いけ。え、だよね。いや回復入るけど、これちょっと負けだわ。ダブコンだしな。あ、通常手動、アシさん、こんばんは。対戦、あ、マジでさっき当たりました。あ、てかあれあれ、通常手さんだったの。対戦アシだ。やっぱビーナスいたか。まあ、なんかいる気はしたけどね。あ、そっちの方が強いのかな。あれ、なんか耐えたんだけど。ん、そっちの方が強いの。こっちのダブコンの方が強そうな気もしないでもないけど、まあいいや。こうかな。オッケー。お、紙ターン多いね。あ、よろしくお願いします。おっとさ、アラジン捨てて、来られましたよと。神ターン同士5ターンで終わるの激しすぎるよな。 HP あるはずだけど、
さあ、初手馬やっといて。トヨさん、マジ、突き読みフェイル。同デッキ付け動画。なるほど。いいと。まあ、確かになぁ。まあでも、そうするともう突き読みデッキ使われなくなるのかな。やっぱ、ノート入るデッキが正義だもんね、正直。さて、引きは確かに強いんですけんども。まあ、大体の音か。召喚墓地、今日強いね。うん、いいな。その攻撃は届きませんよ。さあ、リンガと様子見。わらわに溺れたいのか。いや、意外とね、引き強いんだけど、なんかむずいな。神殴り一発あるから怖いよね。正直これ負けたくないんですけど、春秋か。いや、強えんだよな春秋は。いや、金馬手厚いな。金馬手厚いけど、どうしよう。これ金馬起きてえな。どうやったら起きんの金馬。まあ、スードリーか、うん、どうかな。まあ、一応、A の4もありますね。あ、A の2か。うん。金馬、これで打てるかな。こっからの金馬、相手重いよ、正直。まだ回復も残ってるしな。まあ、これはピエンだよね。うん。金馬はマジで、神殴りきついんで。まあ、白卓が突破できるんですけど、まあ、それがどうなってるか。まあ、ペトラ打って大体勝ちかな。まあ、代償若干怖いし、あれいるんで、フェイルノートいるんで、ここ丁寧に。バイスから入っといて、ノート B の6が一番強いかな。あ、そこもあんのか。まあ、そこもありますけど、まあ、バイス残ってるし、ペトラで勝ちかな。こんな感じで。まあ、突破と。まあ、初手馬でいっかな、これは。初手馬で、まあ、イオフィレベルの打点出しましょう。さあ、1800超えていくよ。いかつすぎ。マジでエゴマ。さあ、マタイプシアンかな。お、ペトーラ。さあ、X ペトーラで相手をね、ちょっとシアンを送らせましょう。バイセよと。バイセ結構ダリーかな、どうかな。私に続きなさい。こっち打ってバイス取ろうかな。まあ、局面的にはね、怪しいけど、まあ、のんびりやってってどうなるか。まあ、シアン打ってくるっしょ。どうかしら。クレヨンの力ちょっとだけ見せてあげる。さあ、受け取って。さあ、シアン動線はね、通ってしまうんだが、まあ、でもね、マゴマまだ少ないんで。さあ、ご利用しようと。さあ、回復キャラ入ってるかな。あ、回復引いたっぽいか。じゃあ次、アンチヒールですかね。お、強気。まあ、強気っていうか、まあ、普通か。うん、金馬も引いてますね。金馬だるいから、これ、アンチヒール打ちながら、もうコンボ使っちゃっていいかな、これ。うん、使っちゃっていいっすね。いきます。結構反射痛いんだが、お、なるほど。相手の方、ペレツか。これ100%返しなんて安いっすね。ケンゾさん、こんばんは。いつもあざます。さあ、回復阻害しまして、10日のね、リアンツイールとかも、まあ、使いにくいよと。さあ、10日リアンも使いづらいですよと。
お、スーちゃん強いね。まあ、スーでいっか。駒投げでいいよね。このゲームは。では、飛ぶかな、そもそも。オッケー。負けみたいね。お、最高だ。セクメとリーダーと。セクメとリーダーは先手番取られちゃった。先手番取られちゃったやばいね、これ。さあ、どこが呪われるか。馬か。まあ、いいでしょう。これ、X 打ち来るんで、こっちから行きます。X 打ち。さて、景気よくセクメトからベルベ、ベルグ打ってきましたが、まあとりあえず呪いのポジションは、一旦セーフと。まあこっからっすね。さあちょっと打点とちょっと回復やっといて、まあ、F の3に何が来るか。さあ一回ブランジェットのんびり。まあ、ノートは出しておきましょう。あーそこか。まあズバッと2手後に取られちゃうけど、まあ一旦さあ何が来るか。まあフェルグとか、うんですよね。フェルグが一番やばいっすね。まあなんとなく来るとは思ったけど。さあ真打ち登場やっといて。スーちゃんでもいいかな。コンボスキル強いんで。まあでも先に、こっちかな。バイセ。まあコンボ不意もね、若干ありそうだし。さあ打点出しといて、いきますよと。さあここからね、フェルグ来るんで。で、召喚も、発動よと。まあサクッとコンボ使ってくるのかな。セクメとフェルグ ?S5 っすかね。マモン来るかな、これ。マモンとか飛んできそうな雰囲気しますが、ああ、当然そっちね。まあ、これはもう押していきましょうか。これ相手の方はフェリグの動線消えちゃったんで、ちょっと痛そうですけど、ここはもう問答無用で殴ります。さあ、反射ね、60% 結構痛いんですが、まあ、攻めの方が強いと。まあ、回復もあるし、これ大体勝ちかな。全部さんこんばんは、いつもあざます。サンチールね、使ってこられますが、まあ、しっかりね、受け切って、勝ちと。フェリグ動線使われた方がやばかったっすかね。まあ、でもその場合はね、あの、トウヤがまあ置けないっていう感じなんで、まあ、厳しいよと。オッケー。